どこかにこう行きたいときに新幹線を使うじゃないですか。新幹線を使うんですけど、やっぱりこう子供が泣いてしまって困ってしまうので、どこまでもやっぱり車で行ってしまう。北海道から東京に来るのに今回フェリーを使ってきまして、はい、やっぱり飛行機ですと、やっぱりみっちゃんが自閉症っていう障害が見た目ではちょっと分かりづらい障害っていうのがありまして、突然大きな声を出してしまったり、周りの方たちがびっくりさせてしまうっていう経験がすごくあるので、私は基本的に平日はワンオペ育児をしてるんですけど、5歳と1歳なんですけど、5歳の子も月齢なのか、本当に食に最近興味がなさすぎて、すごいつまらなそうに食べたり、なんか美味しくなさそうに食べたりで、下の子は本当にイヤイヤ期真っ最期で、もう何を出してもやだやだみたいな感じで、もう本当一時期その食事の時間がストレスになってたんです。パパに多くあるあるあるかなと思うんですけど、保育園の行事でその仕事がこう重なってしまって、直接見ることがどうしてもできない。0歳1歳2歳ぐらい本当に一番可愛い時期で、もうその時にしかその成長を見守れない。でそういう時って結構やっぱり世の中的にはまだママが一緒にその成長をずっと見てる、パパお休みの時だけっていうことが多いとは思うんですけど、多分世の中のパパも片時も成長目離したくないなって絶対思ってるはずなので、まあ世の中のこうパパがもっと育休をねこう取りやすくなるような世の中になればいいなっていうふうには結構思います。学校から急な用事とか、まあ、発熱とかで迎えに来てくださいって言われた時とか、こう迎えに行くことはできる、うん、まあまあできないこともなかったんですけど、こう一時預かりをするような場所がなかなかなくって、そのことあるんだって思うことばっかりだったので、今それこそ SNS とかでよく育児のなんかそのツイートとかが回ってきたりすることも多くあるので、なんかもっと自分もいろいろ知っていかなきゃいけないなと思います。いろんなこの取り組みを進めていかなければならないと思いますが、この具体的な制度や支援はもちろんこの政治やこの国や行政が責任持って考えますが、ぜひみんなでこの子ども子育ての素晴らしさと大切さ、これを理解して応援し合える、みんなでバックアップできる、こういった社会を皆さんと共に作っていきたいと改めて思いました。